こんにちは、願い叶え観音チャンネルの高松です。今日は一つのメッセージをもらっていまして、そのお話をしたいと思います。内容については私もあんまり理解ができてないんですけれども、一旦もらったんで、それが正しいか間違ってるかはとりあえず、一つの捉え方というか考え方としてそういうこともありますよという程度で受け止めてもらえたらいいなというふうに思っています。今日はそのお話をさせてもらいます。心霊とか霊界との関係についてということになっていますので、そういう内容でお伝えいたします。ではメッセージの通りですね、今日は動画を撮ってお話をします。四大宗教とかね、四大聖人だとかね、昔から言われたりする人がいますが、何のためにそういう人がいたんでしょうかねという問いかけから来ていました。そういう人々の心にね、強い影響を与えた人たちが実際にいて、その人から出てきたグループができてくるというになるんですけども、今はもう最後の段階に入ってきてますよね。歴史が最後の段階に来てるわけですが、毎回言われてるようにひっくり返りますよとこう言われているわけで、今まで既存の勢力団体そういったものもですね、一回リセットされるようなですね、そういう局面だからこんな話をされるのかなというふうにはちょっと思いました。でちょっと大事な話ですけど、これはあくまでもこういう説明をされているということで受け止めてほしいんですが、信じることで義とはされないですよとこう言われたわけですね。いくらじゃあ例えばキリスト教で言えば、いくらイエス様を信じたからといって、天国の魂を持っていなければ天国に入ることはできないですよねとこう言われているわけです。要は天国の切符って信じることではなくて天国の魂として生きているかどうかのことですよというニュアンスだと思うんですけども、そういうふうに言われているわけです。信じる義では天国の切符にはなりませんとはっきり言われているわけです。で今生きている世界の話をされています。今どこにいるんですかと、今生きているこの世界で地獄で生きているんですか天国で生きているんですかとこういう話なわけです。何のために今の人生を送っているんですか。今の人生が天国にしてほしいわけです。今いる場所を天国にしてほしいわけです。あの世でという話をしているわけではありませんよ。こういう話なんですね。で、一方でですね、じゃあ見えない世界の側の事情も少しお伝えしておかないといけないですね。霊界とか神界とか天界とかいう話ですね。見えない世界というのは基本的には天界ということでよかったわけです。ところがですね、その亡くなった後に、私たちが死んだ後の話でしょうかね、亡くなった後にですね、天界に戻れてない霊がたくさん出てきたということなんです。そのたくさんいる霊が中間層みたいなものを形作っているということなんですね。そうするとどうなっているかというと、天界があるんだけども、物質界があるんだけども、物質界の間、その天界と物質界の間のこの中間層みたいなところにたくさんの霊が存在しているということになったわけです。で、もともとは天界と地上界の私たちは天界の魂を持ってきているわけですから、通常そこは通じることが本来できていたんですけども、その間にできたたくさんの霊がいる層があるもんですから、中間の層があるがゆえにですね、そこがこう厚い雲のようになってしまってですね、天界と私たちが直接やり取りすることがなかなか難しくなっているというふうに言うわけです。なので天界にいるのは神様の霊、神霊ということになって、神霊クラスの人は たくさんそういう霊がある、いろんな霊がある、心霊クラスの霊があるんだけども、物質界とその心霊の間にいわゆる中間層みたいな、いろんな宗教で、それをなんか暗い世界とか黄泉の世界とか、あるいは死んだ人が一旦行くっていう場面で幽界とかって言ったりするんでしょうけど、幽霊の世界の幽界ですね、いろんな言い方があるんでしょうけど、その中間層が問題になってるんですよとということを言われているわけです。その中間層にはいろんな恨みを持った霊がたくさんいるわけです。そして天界に行く
道を忘れてしまった、生き方がわからない霊がそこに留まっていると、そしてさらには死んだと思ってない霊もそこに留まっているということで、そこを何とかしないとですね、天界と地上界がつながらないよということを言われたわけです。でその場所にですね、それを何とかするためにですね、導きのする神霊、神の霊をそこに送り込んだということですね。で、あの閻魔大王っていうとね、善悪を裁くようなイメージがあるんですけども、そこの暗い世界にとどまっている、重い世界にとどまっている人たちを何とか戻してあげる、解決してあげるために行った神霊という役割というふうに捉えてもらってもいいですよということを言ったわけです。でこのようなことが、まあ、実際は異常事態というわけなんですね。異常な状態になっているというわけなんですね。だから私たちが天に祈ってもですね、その厚い霊の雲に阻まれてですね、天になかなか届かなかったと、遮られているというようなことを言われていました。まあそういうことがあったということなんですね。それが現実なんですということです。そして次に、宗教の話になるんですが、本当のことを言うと、宗教リーダーもですね、多くの場合この中間層にとどまっているということを言われました。霊的な導きをね、当然強く受けているわけなんですけれども、その霊的な導きもですね、魂のレベルによって決まるということなわけですね。魂のレベルに合わせたその霊的な存在とつながっていくわけですから、そこから導きを受けるわけです。だから高い魂を持った方であれば高い心霊と当然つながっていくんですが、我欲が強いとかですね、自分のために、まあ、ビジネス的にやっているようなリーダーだった場合、どうしても自己の利益をのための活動をしていくわけですから、低い霊が導くということにどうしてもなってしまいます。なので、その人から見えるその世界というのは、その人の魂のレベルの世界となってしまうので、そういう魂のレベルに合った霊的な導きを受けるということにどうしてもなってしまいます。なんていうかな、波長とか言ったら分かりやすいですかね。同じ波長の霊界的存在、霊的存在と結びついて活動するということになりますよという意味ですね。だから魂のレベルを上げていかないとですね、さまざまな雑念とか雑霊とかにですね、振り回されてしまう日々になっちゃうということを言われていました。そしてね、これは例の話をしてますけども、地上の人間関係においても全く同じことですね。気の合う人と付き合いますよねということを言われます。自分がどういう人脈があるかということを振り返ってみたら分かるでしょう。自分の気の合う人脈がつながってくるわけです。自分とレベルが合う人脈がつながるということです。だからね、人によってはね、経営者みたいな人が人脈に多いなというタイプもいるでしょうし、学者みたいな人がね、人脈として多いなという人もいるだろうし、あるいは教育者が多いなという、そういう人もいるでしょう。その人脈を見ればその人がどういうところと波長が合うのかということが分かるというわけですね。でそれはまあいろんな趣向とか傾向とかもあるんだけども、魂のレベル的な話でもどういう波長が合うかということで、人脈が変わってくるわけですね。それは現実に起こることで、この物質世界でも同じ法則で成り立っているわけですが、まあ、霊的な存在との交わりという意味でもそういうふうに波長が合うところ、魂のレベルと合うところと交わりをするということになるわけですね。まあ、そういうことも霊の世界も全く同じでしょうと、タイプが似てるもの、波長が合うもの、まあ、そういう世界になるわけですから、気の合う霊がね交わってくるわけですから、もし私が日頃の生活の中で、ね、この世は苦しいと言って恨み事ばっかりを言っていたとしたら、恨み事の霊が、恨みの霊が当然近づいてくるし、そういうところと仲良くなるわけですね。じゃあ逆にね、この世は本当に素晴らしいと、感謝ですと、感謝の言葉ばかりを口にしていたら、当然感謝の霊が近づいてくるし、感謝の、まあ、心霊が近づいてくるということになるんでしょうね。そういうふうにしてつながりが できてくるわけですけども、そのつながりによって、その霊界というのはすごい 霊的存在というのは強いエネルギーを持っているわけですが、
まあ、物質界とは全然違うエネルギーを持っているわけですが、その霊的存在と私のつながりによって、そのエネルギーは私を通してこの地上に、実践として現れてくる。私の行動によってその霊的存在のエネルギーがこの地上に現れてくるというふうになりますよね。私が霊的存在とつながるわけですからね。そのエネルギーを受けるのは私で、それが地上に、私が行動することによって地上に降ろされていくということです。だからこういうことをね、理解するとですね、もうすごくシンプルなんですけど、感謝の思いでね、日々暮らしてくださいということなわけです。日々魂を磨いていってくださいと、こういう話になるわけです。で、高い神霊があなたに働き、あなたにそのエネルギーが降りてきて、あなたが地上で活動することが、高い神霊がこの地上にやりたいことが現れてくると、そういう地上に高い神霊のエネルギーを下ろすのは、そういう人になってくださいねと、とてもシンプルな法則ですねと、こういうふうに言われました。そしてね、善悪の問題について、善悪をいくら分析してもダメですよということを言われています。分析して善に生きるということではなくて、魂のレベルを上げるという話のことですね。で、魂のレベルを上げるためには、一番いいのは、もうこのチャンネルではもうしつこく言われてますが、感謝する魂になるということなんですね。恨みの魂じゃなくて感謝の魂になるということ。その感謝の魂になれば、感謝のエネルギーを地上にね、下ろしていくことができるんですよということです。で、またちょっとね、なんだろう、方法論的ですけど、身を守るためにどうしたらいいかというと、感謝の言葉で心を満たし、感謝の言葉を常に自分の周りに発していく、感謝の世界に周りをしてしまうというのが、自分を守る最もいい術だということを言っています。そうすると、感謝のオーラがあなたを取り巻くようになり、ね、高い心霊が働くようになり、守られるんですよということを言われました。じゃあですね、自分が感謝して、まあ、そのよからぬ、その厚い雲みたいになっている重い、その霊的なものですね、そういうものから一旦、まあ、避けてですね、行けばいいんですけれども、霊の世界のことをね、あまり意識して行きなさいと言ってるわけでもないんですけども、自分の世界を避けたら、当然そのね、恨みの世界に巻き込まれていくわけですが、自分はそうやって感謝しながら、感謝しながら魂を高めていって、高いレベルにこう上がっていった時にですね、今度は高いレベルに行って十分光をこう受け止めたら、もう一回降りていって、周りの世界、要は恨みの世界、もう一回降りていって、その光を周りの人たちに分けてあげるというかね、そういう役割もあるんですね。それは一旦こう上がっていって、光を掴んで降りてきて、またこの周りの人たちに光を分けてあげる。その光を分けてあげることによって、その恨みの霊が少しずつ、恨みが溶けていって解放されていって、すっきりしていくということをやっていかないと、ずっとその中間層が固まったままになっちゃうということなんですね。で、最近何度も私なんかが、まあ、展開と直接つながってくださいとか、展開との距離が近くなったんですよみたいなこと言われるんですけど、それはですね、やっぱり歴史のこの終わりの段階になってきて、その厚い雲みたいになっていた重たい層が薄くなってきたんだろうというふうに思うわけですね。それはそういう活動をされている方がたくさんいて、その光がその闇の部分に随分当たってきたからなんじゃないかなっていう、これはちょっと私の感想で言われたことじゃないんですけども、そうなんだろうなということは思っています。そしてですね、そういう霊界の構造をね、まあ、あまり意識しなくてもいいんですけど、その分かった上でもう一つ意識してほしいということがあって、それはやっぱり目的なんですね。自分の目的、自分の目的は純粋であり、自由に創造していくというところに人生の目的があるわけです。なのでね、その暗い層の中で恨み事を言って、苦しんでいることが目的ではなくて、まあ、光を掴んで光を与えていくということもそうなんですが、本来の目的はそういうマイナスのエネルギーを持ったところの穴埋めをすることばかりじゃなくて、自由に創造していく、自由に創造的に生きるということが本来の目的にあるわけですね。だから、
そこをやっぱり外してはいけないということです。シンプルに考える、自由に創造的に生きる、そして、発展していくというね、調和していくっていうね、その方向に自分がありますかということをやっぱり振り返ってみてですね、もしちょっと違った方向に向かってるなということであれば、一回リセットをしてですね、自分の目的の方にですね、しっかりと向かっていってほしい。最終的には、まあ、今歴史の最後の段階ね、過去のいろんなものがひっくり返りますよって言われてるのは、その過去の宗教のいい面もあるんだけれども、悪い面ももちろんあって、その厚い雲とやっぱり関係があるわけですね。そしてその厚い雲にとらわれている間はやっぱりね、信じているだけではダメということになってしまうんですね。なので、そこをちょっとすごく言いにくいことだから、あんまりはっきりとここに書かれてないんですけども、合わせるのは新しい世界の方、世界、新しい世界に自分の意識を照準を合わせてね、そしてもうその準備ができてきたんだから、そこに向かってしっかりと目的意識を持って生きていくということ、自由に創造的に生きていくということ、そして自分自身はちゃんとその感謝する魂である、 光を受ける魂である、そしてまあ余裕があれば、ちょっと言い方があれですけどね、余裕があればその光を周りに分けてあげられるような人生を送っていけばいいんじゃないかなということを思っています。はい、ちょっとこのぐらいかな。なんかちょっと言いにくい部分も結構あるんですけども、まあ、最近その宗教がね、統一するとか統合されるとかあるんですけども、次のステップに上がるためには一旦その雲のようなところからですね、突き抜けないとなかなか難しいですよという意味なのかなということを思っています。以上となります。どうもありがとうございました。